写真拡大。全2枚。練習試合、巨人 7X-6 中日、26日、沖縄、那覇巨人、阿部慎之助捕手39が26日、中日との練習試合、沖縄セルラーに、9番、捕手で2016年3月20日の西武とのオープン戦東京ドーム以来、1073日ぶりのスタメンマスクで健在をアピールした。打っては1安打を放ったベテランは、久しぶりに緊張したと充実の表情で振り返った。阿部はかつてのトレードマーク、アイスホッケー用をモデルとしたフルフェイス型マスクで試合に臨んだ。首痛を抱え始めた2014年頃から一般的な捕手用マスクをかぶっていたが、普通のやつマスクは違和感があるからと、大リーグなどで普及するモデルを選んだ。安全面とかメリットはある。これを推奨していこうと思っていると、その機能を高く評価している。